北島周朝北島周朝から1877年10月10日は、幕末の水戸藩士、新職、明治期の内務官僚。県令、旧姓、益子。幼名、幸之助、時之助、千太郎。下屋国那須郡大山田し母号で、佐相神社神官、益子友貞の息子として生まれる。貧困のため弱年で改塾。その後、 水戸藩に仕え、1863年に藩主、徳川義厚に随行して、京都に入り本国寺を宿所とした。後に、同僚の香川慶三を介して、岩倉智美の地期を得て、北島家の養子となる。京都柳津市長に住んでいた頃に、西郷隆盛、大久保利道、木戸孝義広沢平介、品川八次郎、田中健介、 後藤昌二郎介など、他藩の志士と交流する。慶応4年に1月、母親戦争に、東山道総督府大観察として従軍。以後、江戸賃大府藩事助役、道府藩事会計官藩事東京府藩事東京海根局御用係献金、道府県大三次道府大三次などを歴任。下宇佐海根局知事時代に、 小金僕、桜牧の開墾地に命名した、初富、二羽、三崎、豊四季、五甲六味、七栄、八又、九尾城、十層、十四一、十四二、十四三等のナンバー地名は有名である。和歌山県に赴任する前に、大山田下郷に帰郷した、州長は、主も、引きや、我が故郷の夢ならで、昔ながらの人を見むとはという短歌を残している。 明治5年1月25日、和歌山県御令に就任し、1873年1月15日、県令に昇格、初期県政の基礎づくりに尽力。同年10月13日、伊岸面本館となる。1874年4月29日、第一次佐賀県令に発令されたが、1876年4月18日、佐賀県が廃止され、 廃刊となる。同年、5月22日、長崎県令に就任。西南戦争勃発時で、河村大輔その他の伝保によれば、鹿児島住んでに背きたる形跡現れたり、速やかに大軍は出し、一つは、熊本鎮大民助けに一つは、東高を守り、一つは、鹿児島の津久を、急無安思うなり、大久保内務京宛に打電した北島は、 長崎県の民心安定に努めた。西南戦争終結後に長崎市内でこれらが流行し、静止されたが患者を見舞って本人も感染し、在職中に死去した。ありがとうございます。